はい、こんにちは。今回はですね、今年の5月に、ゴメクサスさんの方から発売をされた T 字ノブですね、こちらのご紹介の方をしていきたいなと思っております。これはですね、エッギングマイスターの、湯川さんが、監修をしているチタン製の T 型ノブになっております。シマノさんのリールだとタイプ A のリール、ダイワさんだとタイプ S のリールに装着可能なものになっております。つまみの長さはですね、42ミリですね。重さが 11.5グラム、はい、実際ですね、今回は自分のタックルですね、ST の74の MMH に、18EGG をつけてるんですけど、実際 18EGG の方に、ノブの方をつけてから自分が使った感じの使用感の方をちょっと伝えていけたらなと思います。今の分かりました？このキャストからの糸吹けを巻くときに、ここって目視して見ないですよね。で、この目視をせずに、このやっぱり T 字であることによって存在感があって、こう探さなくていい。こう I 型だとどうしてもスコンと探すときがあるんですよね。ではそれが T 字になったことによってやっぱり存在感があるので、パッとこう持っていきやすさ、多分 T の一番こう分かりやすく良くなった部分っていうんですかね。僕はあんまりここを握ってしゃくることってないんですよね。このこうがっつり強く握ってしゃくることはないんですけど、本当にかける程度でいつも大体このするんですけど、なんならこう親指は本当に添えるだけっていう形のやり方を取ってるんですけど、 T になってることによってこの設置面積っていうんですか、ね、やっぱそこがこう増えてるんで、すごいこう軽くラフな感じでこう巻けるっていうのがあるのと、やっぱチタンでベアリングが2つ入ってることによってすごい巻きが滑らかで柔らかくなってますね。やっぱカスタムパーツっていうとですね、やっぱそれなりのやっぱ見た目、ね、やっぱかっこよくしたいなと思ってカスタムする人が多いと思うんですよ。まあそれにこうさらに求めると、やっぱやりやすさを求めますよね。やっぱそこをそのマイスターの湯川さんがですね、やっぱ追求して作ってるハンドルなんで、確かにやりやすいです。短時間しか今回は使ってないんですけど、率直にですね、握りやすいっていうのがですね、すごくあったので使いやすかったなっていうのがありましたね。このノブ自体もね、やっぱ T 字になってチタンになったことによって少しグラム数は重くなってるんですよね。けど使用感でいうとさほど変わんないです。これをつけたことによって、あ、バランス悪くなったなとか重たくなったなってのはないです。バランスが変わるなとか、そういうのは意識しなくてもいいのかなと思います。これからですね、実際ちょっと使っていってみて、チタンノブってこともあるので、まあ、その感度の良さってのも実際使いながらお伝えできたらなと思います。
ー